今だ、クバド。頼む。ギルメス殿下に万が一があってはならんだ。この気を付けろ。クバードというのはお主か。はあ。礼節を守らんか。この方はバルスの正当な国王である。ギルメス殿下だぞ。国王というなら武将は殿下ではあるまい。陛下ではないのか。そんな口の利きを。 よほど己に自信があるのか。何の働きでは許されぬとは思う。異教徒などに敗れるとは。よくやってくれたクバード。今門を開けるぞ。先人がやられただと。俺が異教徒を葬ってくれるわ。 銀カメル。スカールにつき、ボダン様の邪魔をするか。おっと、ヒルメス王子が狙われているな。守るギリはないが、サームの頼みだ。仕方ない。ボダン様、申し訳ありません。お許しください。隊長が二人もやられるなんて。 交代しろ。このまま引かせるものか。奴らをのさず撃ち、隊長どもを怒らせておびき出せ。やれ、ヒルメス殿下は苛烈だな。 頭ごなしに命令されるのはどうにも聞こえない。こら、逃げるな。奴らを食い止めろ。神のため、そしてボダン様のため、俺たちも共に戦うぞ。援軍とはありがたい。皆、体勢を立て直せ。何としても銀河連を討つ。申し上げます。 南、中央に敵の援軍が到来。率いているのは弓兵長の模様です。隊長以外に用はない。放置して厄介なことになるやもしれぬな。貴様ら何をやっている。異教徒ごときに遅れを取るな。あの銀仮面さえ倒せばいいのだ。さっさと行ってこい。 隊長どもの命か。クバード、奴らを倒してこい。殿下もご一緒にいかがです。道中はこのクバードが守って差し上げますぞ。どこまでも無礼な。貴様はさっさと行け。俺と残党は殿下を守りつつ敵を引きつける。その隙に確固撃破を頼むクバード。二兄弟、調子に乗り寄って。 味わってみるか。貴重がやられるなんて。死がつかうな。まだ死にたくねえよ。隊長を失って士気が下がったら、これで少しは楽ができるか。ふざけた真似を。ヒルメス王子は苦戦中。このまま武装されるわけにはいかんな。ボダン様に栄光を。異教徒などに。 なぜ。さあ、誰やるか。俺たちの分まで。うわ、神よ、見事な護佑よ。お主が味方にいれば心強い。隊長とやらは全て片付いた。サームへの義理も果たせたな。 よくやってくれたな、クバード。戦力は削ったが、残りの奴らは城にこもったようだ。陥落したとは言えんが、いいのか。ああ、敵は持久戦に持ち込むつもりだろうが、こちらには策がある。
サームから聞き及んではいたが、見事な働きであった。クバード、引き続き頼むぞ。その前に、ヒルメス殿下、一つお聞かせ願えますか？なんだ？あなたが王位を求めるのは、いかなる理由ですか？俺は、王国に安寧をもたらすために、奪われた玉座を取り戻す。それだけだ。奪われたのはルシタニアにですか？それとも…クバード！サームよ。悪いが俺は行くぞ。アトロパテネで敗れたおかげで、せっかく自由を手に入れた身だ。もう少しこのままでいたいのでな。クバード！好きにするがいい。サーム、この男にこたびの褒美を取らせよ。はい。ヒルメス王子にはお主がついているのは分かった。ではアルスラーン王子には誰がついているのだ？ダリウンとナルサスだ。ほう、あの宮廷嫌いのナルサスがアルスラーン王子についているとはな。面白い。それでお主はこのままヒルメス王子の幕営に身を置くつもりか？ヒルメス殿下にもせめて俺ぐらいついて差し上げなくては不公平だろう。いや、俺など微力極まる身だが。苦労しそうだな。だがお主の分は祈るとしよう。もっとも俺は不信心者ゆえ、神々にはかえって逆効果かもしれぬがな。じゃあな。さて、もう一人の王子様はどのような人物か確かめてみるかな。パルス暦321年3月、アルスラーンは王太子の名において2つの歴史上重大な布告を発したのである。ルシタニア追討案。故国を侵略したルシタニア人を追い払うため、全てのパルス人は王太子になった。ペシャワール城に結集せよという激文です。うん。そして奴隷制度廃止令。これは殿下が国王に即位した後、奴隷を全て解放することを明示しております。この布告が後にこの若き王子を解放王アルスラーンと言わしめることとなるのである。万歳！王太子殿下に栄光あれ！パルス万歳！王太子殿下に栄光あれ！すごいね。確かにすごいな。あの方はパルスを望ましの王都に変えてくださるかもしれない。それには時間の神を味方につける必要があろうが。パルス万歳！王太子殿下に栄光あれ！オクサスの領主ムンズィルの息子でザラーバントと申すが、老病の父より命じられ
アルスラーン殿下にお仕えするべく参上いたしました。マルズバーン、シャプールの弟にてイスファーンと申します。兄の仇であるルシタニア人ども一人も生かしておきません。我が名はトゥース、南方のザラで守備隊の長を務めておりましたが、この度同志と共に駆けつけました。皆が集まってくれて嬉しく思う。どうかこれから力を貸してくれ。はっ。兵力の膨張は急激だった。だがただ兵が集まればそれでよしというわけにはいかない。数日後には軍内に亀裂が入り始めた。戦力が増えたのはありがたいですが、問題も増えましたな。うむ、以前からの仲間たちと新しく協力してくれる者たちとの間に不和が生じている。先日も危うくジャスワントとザラーバントが剣を交えるところだったとか。この不和は本来は地位を持たぬ者が殿下の周りで重用されていることに対する不満ゆえのもの。解消のためには古き進化も新しい進化も平等に扱うと示す必要があります。差し当たり私を現在の地位から下ろしてはいかがでしょう。私は今サトライプ、最小に等しい役職ですが、この地位は本来年長者で威厳と人望を備えた者がつくべきなのです。では誰が。レイの城主ルーシャン卿ならばその条件にかなうかと。わかった、ナルサスの言う通りにしよう。殿下、そろそろこの城を立つ日も近づいておりますが、その前にお話がございます。今後我々にとって最大の障害はルシタニアの客商となっているヒルメス王子でしょう。ヒルメス王子は自らこそがパルスの王たるべきだと主張しておられる。王家の血を引いていようと民を苦しめていいというわけではあるまい。ダリューンの言う通り、ヒルメス王子はパルスの王位を奪うため自らの国と民を傷つけた。かのお人には民よりも王位の方が大事というわけでしょう。ふん。そのようなお人に王になってもらうわけにはいかんな。いろんない。俺も。ふん。殿下。以前、宮廷で噂を聞いたことがある。父上が兄である先代国王を殺した。ただの流言で真実ではないと思っていた。だが父上が本当にそのような罪を犯したのなら、いとこ殿の復讐心も仕方ないのかもしれない。その真相は分かりません。しかしもし真実だとして、それでもヒルメス王子を退け殿下ご自身が王位につく覚悟はございますか。パルスの民を救うためには戦わねばならぬ。いとこ殿との間の話はパルスを救った後でつけることにしよう。自らは王家の血を引いておらず、他に正当の王子がいる。しかも王太子の地位は父親の罪によって成り立っているらしい。殿下のご気性からして親の罪を償うつもりでヒルメス王子に王位を譲ると言い出すかもしれんぞ。確かにな。ナルサス。だからこそ殿下には覚悟を決めていただく必要があるのだ。殿下にとって王位とは、目指しているものは人に譲れるような安いものか。失礼いたします。城内に賊が侵入。何？賊だと？なぜ？現在エラム様が対応に当たっておられます。至急救援をお願いいたします。今のはまさか魔導士。ナルサス様に知らせなくては。見られたか。
その口封じてやる。賊だ、野獣だぞ。賊に火を放たれた。この火事を起こしたのあの魔導士か。まさか賊が忍び込んだのも奴の仕業かと。俺の城で勝手なことを。火事の対処は任せよ。お主は鳴沢卿のもとへ。ソラ、暴れてやれ。倉庫が火事に。火を放ったと思われる魔導士は姿を消しました。ボヤを起こすことがそいつの目的とは思えない。まだ何か企みがありそうだ。すぐに行こう。魔導士の手引きではあろうが、城内にこれだけの賊の侵入を許すとは。魔導士を探しながら賊も片付けねばならんの。ナルサ様、お無事でよろしゅうございました。やめている。さあ火をつけろ。遅え、城内をかき乱してやれ。これから王都へ出征しようという時、物資を燃やされては困る。防がねば。火事や賊の侵入で騒ぎを起こし、そちらに我々の注意をそらそうとしたのか。魔導士を見つけたエラムのお手柄だったな。奴の本当の目的は何だ。そういえば数日前に城内と妖の影を見たとの報告が。目撃されたのはバトマーの部屋近く。それがこの魔導士だとすると、目的はまさかバフリーズ王がバフマン王に送った密書ではあるまいな。こうして陽動を仕掛けてくれたら見つけてはおらぬようだが。所詮は賊か。火事一つを残せんとは私がやるしかない。お見事なご活躍です。そこまでだ魔導士。ご覧いただこう。お主の目的は殺せ。これと芸術。誰の命令で動いた。何も言うことはない。やつらも息の根を止めてくれるわ。無理か。逃がしたか。厄介な術だ。
他の者が捕らえてくれればよいが。煙と盗賊は高いところが好きというが、あれはどうやら本当らしい。こんなところで待ち伏せておるとは。どけ、邪魔をするな。俺たちの助けが必要ですかい？申し訳ございません。奴の目的は分からずじまいか。すっきりしない勝利だ。軍内の不安、魔導士の襲撃といった問題はありながらも、アルスラーンたちは出兵準備を進め、ついに5月10日を出陣の日と定める。出陣の前日、城内は盛大な前夜祭に沸き返っていた。私は立派な騎士にならないといけない。家族のためにも、故郷の領民のためにも。だから、一人でも偵察を成し遂げてみせる。パルス最高のため、前科のため、この身の限り戦うぞ。おー、しかし、奴隷解放だとかバカなこと言い出すよな、殿下も。おい、誰かに聞かれたらどうする。奴隷解放？そちらへ行くと城の奥に迷い込んでしまうぞ。もっと探ろうと思ったのに見つかったか。パルスのお坊ちゃん、まだ生きていたのか。道に迷ったのなら出口まで送ろう。ずいぶん兵士が集まっていますね。戦が近いのですか？うむ、王都を取り戻すための戦だ。あなたも出陣を？もちろん。ですがあなたはあまり強いようには見えません。戦うならもっとふさわしいものがいるでしょう。ふさわしい。なぜあなたは戦いに赴くのですか？昔、ルシタニアから奴隷として連れてこられた少年と出会ったのだ。その少年から初めてパルス以外の国の話を聞いた。自分が生きてきた環境や制度だけが全てではないと。世界にはいろいろな人がいて、さまざまな国のあり方があると気づかされた。その後もナルサス、私の仲間なのだが、その者からもいろいろな話を聞いてな。パルスという国の良いところも悪いところも見えてきた。だからこの戦いをきっかけにパルスを少しでも良くしたいと、そう思うのだ。国をどうこうするなど、本来はあなたではなく王の仕事でしょう。ですが、国と民のためを考えての行動に出自など関係ないですね。それはとても尊いことだと思います。うん、お主の言う通りだ。お主と話していると気づかされることがあるな。あの時の少年のことを思い出す。私はパルスとその民のために。その頃、広間では騒ぎが起こっていた。イスファーンの兄シャプールを射抜いたと明かしたギーブに対し、イスファーンが激高。二人は剣を交えたが、
周囲の制止によってようやく引き離されたのだった。これはギブ、一体何があったのだ。何、人生観の相違というやつで。いい機会です。殿下には世話になりましたが、もともと俺は宮使いなど性に合わない。お達者で殿下、ご武運を祈っていますよ。キーブ、ギーブには申し訳ないことをした。それこそがあの男の望んだことだ。彼が憎まれ役を引き受けてくれたことで、ひとまず将たちのわだかまりを解くことができた。まったく不器用なやつだ。やはりそういうことだったのだな。殿下、お気づきでしたか。ギーブが何の考えもなくあのようなことを申すはずがないからな。私はギーブの思いに応えてみせる。必ず王都を奪還し、このパルスに平和を取り戻してみせる。はい。そして国を取り戻したら、いとこどもに王位を譲るつもりはない。私にはパルスをより良い国にしたいという夢がある。奴隷解放令はそのためのものでもあるのだから。殿下、覚悟決まったのですね。うん、もう迷いはない。私の夢に力を貸してくれるか。無論でございます。このダリューンが否、ペシャワール城の全てのものが殿下の目標のための力となりましょう。少女、そういえば名前も聞いていなかったな。なぜあなたは戦いに赴くのですか。私は、そうだ、私はもう迷わない。行くぞ、ルシタニアを打ち倒し、王都エクバターナを取り戻すのだ。さて、俺には俺のやるべきことがある。ひとまず我々が目指すのはここサン・マヌエル城です。古い時代はパルスの堅牢な砦でしたが、放置され荒廃していたところをルシタニア軍が改築して使っているようです。まずはここを奪い、王都エクバターナへの足がかりとするわけか。あの、ナルサス様、この城はサン・マヌエル城に向かうとなると近くを通過することになるね。はて、ここに城塞などあっただろうか。チャスーム城、ルシタニア側が最近新たに建設した城塞だ。航路の要点を抑え、こちらの動向を監視するのが目的だろう。ふん、ギスカールとかいう男も一応考えてはいるようだ。そういうことなら我らに工場の許可をいただきたい。頼もしい申し出だが、その必要は。ナルサス殿、我々を信用できないとでも言うのか。まさか。今の目標はあくまでサン・マヌエル城、戦略上このチャスーム無理に攻める必要はないというだけの。お主たちの気持ちは嬉しいが、不要な戦いで兵を失いたくはない。ここは引いてくれぬか。承知いたしました。本当にチャスームを放っておいていいのか。何、結果的に城は奪えない。ただしお主が出ねば片付かぬかもしれない。その時は頼んだぞ。パルス軍が来たな。
早いぞ。明日に迎撃準備を急がせねば。あの石化を逃がせば面倒なことになりそうだ。敵先遣隊を蹴散らし、奴の口を封じるぞ。全てを狩り尽くすのだ。パルス軍だと？石膏は何をしていた？くそ、迎撃準備が間に合わん。よし、一気に打ち破れ。門が開いたな。ここは俺が先行しよう。ザラーバントは少し下がれ。うるさい、お主こそ下がれ。左右に散開せよ。土塁の後方へ向かうのだ。武士隊の陣どもめ、航空のごとく貴様らを勝ってくれる。このままでは持ちこたえられぬ。イスファーン様とザラーバント様、敵の待ち伏せに合い戦。で罠にかかったか。いや、救援に向かう。急がねば間に合わない。全身全霊をもって救援の任を果たさねば。我らも力を貸そう。異教徒どもを打ち果たすのだ。また敵の増援か。このままでは。俺たちが駆られるところであった。情けないさ、騎士として恥じいるばかりよ。救援、心より感謝いたす。無事で何よりだ。一度引き、体勢を立て直した方がよかろう。会うことは許さぬ。進路を塞ぐ部隊を撃破せねば。とどめよう。お前などに負けはせぬぜ。よし、この機に交代せよ。逃がさんぞ、異教徒どもめ。このクレマンスが踏み潰してくれる。見事な腕前だ。堂々たる戦いぶり気に入ったぞ。敵の本体はトゥースラを追っていったか。ナルセスの読み通りだ。我らの役目は城の前の敵を蹴散らし騒ぎを起こすことでしたな。城が危ないと聞けば敵本体は慌てて戻る。そこを待ち伏せて撃てば茶数も奪える。だが時間をかけてトゥースたちが危ない。急ぐ必要があるな。バルス軍だ。どうやってここに。バルハイ、お主は何かと有能だ。このようなところで倒れるなよ。マルダーンフマルダーンのご命令とあらば。ですが危ない時は多少加勢してくださると嬉しいですな。クレマンス将軍はご不在だ。俺たちで迎え撃つしかないぞ。逃がしはせぬ。これでしまいだ。いかん、本体に伝令を送れ。救援要請を。はっ、急ぎクレマンス将軍のもとへ向かいます。に負けはせぬぞ。なんと勇ましき戦ぶり。感服しました。行け乙女、絶対にここは落とさせん。逃がしはせぬ。これでしまいだ。今日のところは引いてやる。今日のところは引いてやる。
戦場におらずして戦場に得よ。さすがはナルセスと言ったのか。さて、我らも敵本体の迎撃準備をしませんと。急ぎましょう。大学を今こそ示せ。私も精一杯力を尽くしますぞ。急ぐぞ。敵本体が戻る前に迎撃地点に向かうのだ。迎撃地点まであと少しです。急ぎましょう。俺と会ったのが運の月だ。なんだこれは。ダリウン卿、これをご覧ください。役立ちそうなものを見つけました。どうやら間に合ったようだな。それではここに身を隠し、城へ戻ってくる敵本体を吸収してやりましょう。チャスム上司を撃つのみ。おお、なんと見事な武勇。その無駄のない動き、見習いたいものです。報告します。アルスランの軍勢によりチャスーム城が陥落したとのことです。ほう。アルスランはそのまま西へ進軍を続けています。おそらく目標はサン・マヌエル城。武力を蓄え、ついに王都奪還に動いたか。三奪者の小せがれごときが生意気な。国土を回復し、パルスの救世主となるべきは奴ではない。正当の王たるこの俺だ。ギスカールに伝令を出せ。と申しますと。サン・マヌエルを守るバルカシオンは武勇や傭兵に優れた男ではない。すぐに城を奪われてしまうだろう。俺がサン・マヌエルへ行く。この地で小せがれの息の根を止めてくれよ。サン・マヌエル城はもともと堅牢な砦でした。今はルシタニア人の手によりさらに難攻不落の城塞となっておりましょう。なるべくなら多くの血を流さずに進みたいところですが、ルシタニア軍としてはその反対を望んでいるでしょうか。それでも私は進まねばならぬ。ルシタニアを討ち、パルスの平和を取り戻し、そしてパルスをより良い国にするために。殿下、アトロパテネの敗戦からわずかの間に本当に成長なさいましたな。良い目をなさっています。殿下ならば必ずパルスを望ましの王都に変えてくださいましょう。殿下の作る良い国を見るために精一杯力を尽くしたいと思います。いつか救われたこの命、殿下のために使わせてください。このジャスワンと殿下に恩義を果たすため、最後まで戦い抜いてみせます。パルス騎士としてルシタニアの横暴は見過ごせませぬ。
先の戦では不甲斐ない姿をお見せしました。必ず面目を施しましょう。兄、そして多くの者の敵を取るため全力を尽くして戦います。この命にかけて勝利をつかむことをお約束します。我が三、殿下とパルスの未来のために捧げましょう。みんなありがとう。私は負けない。支えてくれるみんなに応えるためにも、サンマヌエル城を落とし、パルスの未来を切り開く。いざジャシャシーン。動きます。まずは正門前まで進軍いたしましょう。正門付近で劣勢を演じ、城内の敵をおびき出せばいいのだな。はい、大切なのはパルス軍が我々だけで本気で苦戦していると思わせることです。敵が騙されて城門を開けてくれると、シュワード卿率いる別動隊が突入しましょう。殿下、どうか私のそばを離れません。ジャスワント、よろしく頼む。どうやらサンマヌエル城の守りは堅固なものです。いたずらに劣勢を演じれば本気の敗走になりかねません。引く前に城外にいる敵の指揮官を撃ち、統制を乱しておく必要があるでしょう。守りながら引くのだ。パルス人、攻めきれぬと見て撤退を始めたな。今こそ打って出る。俺に続け。殿下が敵を引きつけておられるはずだ。
制圧する。パルス軍がいるぞ。まずい、早く将軍に伝えろ。我々の存在に気づかれては策は失敗だ。敵本体に知らされる前に撃破しなくて。このまま城門を攻める。やさすい。ここで終わりだ。正々堂々参る。これぞ騎士道。引くしかないか。一番乗りするぞ。ムシタニア人をこの地から叩き出してくれる。パルス軍に占拠されただと。撤退は罠だったか。急いで戻るぞ。今引き返せば挟み撃ちにされることも気づかぬか。敵を殲滅せよ。城内に入れるな。この俺真の丸だ。そして真の騎士。お前はここで終わりだ。先生堂々参る。見事なお手並みですな。何の、全てナルサス教の策のおかげではないか。無事城内に突入できたな。このまま順調にいけば被害も少なくて済むだろう。果たしてそううまくいくでしょうか。正門はパルス軍に突破されたのですか。うん、なるべく皆が傷つかずに済めばよいと思ったが、もはやそうもいかぬようだな。伯爵様、まだ諦めるのは早うございます。私が異教徒どもを撃ってまいりますゆえ。流行るでないエトワールよ。お主一人の力でどうにかなるものでもあるまい。その通りだ。お主らではアルスラーンに勝てぬ。これよりは俺の指示に従え。何を偉そうに。貴様はアルスラーンと同じパルス人、その上仮面で顔を隠している。そんな怪しい奴など信じられるか。これは命令だ。王帝殿下の許可も得ている。だからといって。エトワール、確かにわしではパルス軍に勝てぬやもしれぬ。城への侵入を許したのはその証。ここは銀仮面教に従うのだ。承知しました。騎士見習いとなってより伯爵様にはずっと面倒を見ていただきました。恩義ある伯爵様のご命令とあればこの男に従いましょう。ついにアルスラーン殿下と戦う時が来たか。おじけづいているのか。ヒルメス殿下を裏切るつもりなら容赦はせんぞ。いや、ヒルメス殿下に仕えると決めた時点で覚悟はできている。ならよいがな。俺は殿下のため
この戦でアルスラーンを撃つ。そして父の仇ダリューンの首を取ってくれる。どうかなさいましたか？いや、何でもない。正門は突破した。これより城内の攻略に当たるぞ。